池田正和は、日本のオートレース選手。埼玉県、鳩ヶ谷市出身、23期。元船橋オートレース場所属、2016年4月より、川口オートレース場所属。呼び名は、ミオン、マンティス、カイザー、カイザーに、山先行、松芝。池田正和は、王国船橋の新時代を築いた S 選手である。デビュー当時こそ華やかな活躍はなかったものの、 1997年頃から徐々に全国区に名を売り出した。そして1999年に日本選手権オートレースを制覇すると一躍、トップレーサーの仲間入りを果たしたのである。女性並みの小柄な体育ながら身軽さを生かした双方が持ち味である。1999年の初頭に池田の師匠であった藤川淳二が殉職してしまった。その後、 日本選手権で優勝した際には、人目をはばからず号泣した。2000年の SG オールスターオートレースで3度目の SG 再冠を果たした後、スランプに陥った池田は、片平匠、高橋三という歴戦の競合の後陣を拝むことになる。エンジンが仕上がらず苦戦が続いた池田が復活の、呪しを上げた超抜け、エンジン、マンティス。 一般戦ながらも船橋開催で天才と呼ばれた片平等10メートル前に置くスーパーハンデに位置することになる。2002年初頭の第16回スーパースター王座決定戦ではスーパースターフェスタの開催期間を通じて決定戦発射の練習走行が行われたが、あまりの思想タイムに下馬評が釣り上がる。本番で3.22という抜群の思想タイムを叩き出し、 スタートに遅れながらも水澄ましのように、競合前者を抜き去り自身4度目の SG 制覇に優勝インタビューで歓喜は待った。オートレースにおいて、初めて協定のように、超抜け、エンジンと呼ばれた、マンティスを借り2002年、浜野史との日本選手権での激戦、2003年日本選手権優勝で、借りを返す。また2004年に、船橋で開催された第36回日本選手権。 優勝戦における高橋三つとの死闘は有名。池田自身が準優勝となりながらも周囲からの反響に驚いた。そして翌2005年第20回スーパースター王座決定戦にて高橋とまたもやつばぜり合いを演じて優勝し狩りを返した。雑草のように一度敗れても次に狩りを返す執念のレースが池田をレース界最高峰に押し上げた。同門で 弟弟子にあたる永井大輔とは、非常に仲が良く、兄弟のような関係でさえある。また、非常に、後輩思いでもあり、2007年の SG 第11回、オートレース GP の優勝戦後には、SG 初優出染優勝を飾った後輩の無藤、広美を祝福する姿が見られた。この優勝戦には、自身も言う出しており、グランドスラムを狙いながらも敗退してしまったのだが、 素直に後輩の異業を祝う姿に、池田の優しさが現れていたと言えよう。ドラえもんのファンであり、以前は競争者の呼び名に、どこでもドアや、出来すぎくんといった、ドラえもんにまつわる名称を使用していた。松芝は、ドラえもんの製造工場の名前。また、以前使用していた呼び名、ミオンは、ペットの猫の名前でもある。コインロッカーやゲタ箱では8番を使うことが多い。これは、 レースで最下位の発着にならないように8番を使い切ってしまうという願掛けでもある。輝かしい成績を残している池田であるが、意外にも、飯塚での優勝が未だにない。過去に、飯塚の SG で3回 GI でも、幾度となく優で経験はあるものの、あと一歩のところで頂点には届かなかった。特に、飯塚伝統の GI、ダイヤモンドレースは21世紀に入って、 以個5度も言う出しているだけに、全馬制覇への期待が高まっている。また、アメソの競争成績が極端に悪い。2000年5月31日の地元オールスターでは、鉄人、島田信弘、怪物、浜野厚史、上ソリスタート、有吉達也、アメ、豪車、鈴木浩二らを相手に優勝したものの、それ以降は、出走路でのレースは制裁を欠いている。近年では、 雨が降ると、車検の対象外になることがほとんどで、両走路の時とは比べ物にならないほどの人気薄となる。ところが、2011年8月21日のトネコか、コーラボトリングゼロカップ2011において、中村雅人、永と長井大輔、伊藤忍らを封じて、通算59回目の優勝を出走路で飾る。雨での優勝は、前述の第19回 AAS 以来となる。 約11年3ヶ月ぶり2回目。ありがとうございます。